型式番号 SVMS-01 可変モビルスーツユニオンフラッグ。ユニオンリアルドの後継にあたる機体だ。単独で飛行形態を取ることが可能。戦闘中の変形は想定外だが、基地での乾燥作業を不要とする超速の進歩を遂げた。武器はリニアライフルとソニックブレード。防御にはディフェンスロッドを使用する。4機の水素プラズマジェットで高速飛行。燃料の水素はフレームを構成する炭素分子結合体内に吸収貯蔵されている。ユニオンフラッグ陸戦重装甲型はフライトユニットを取り外し追加装甲を施した機体。200ミリリニアキャノンなどを装備する。通称はシェルフラッグ。ユニオンフラッグの高い実力はガンダムと存分に渡り合うことも可能とした。陸上、空中、宇宙と様々な戦場に対応するその勇姿はユニオンの旗印として人々の目に焼き付いたのであった。